さあ始まりました、勝手に WJBL ニュース。2023-2024年シーズン振り返っていくシリーズ第13弾です。では早速始めたいと思います。ということで今回見ていくチームはデンソーは森選手が移籍しましたが、対談は森選手のみでした。そんなチームは高校から2名、大学から1名を獲得、さらに1年休養していたマウリー・エブリン選手の獲得に成功しました。高卒ながら日本代表にも名を連ねた矢部選手、そして桜花学園で活躍していた平川選手、海外で活躍していた今野選手の獲得は注目を集めましたし、エブリン選手の加入はダブルリーグファンを驚かせていたと思います。ヘッドコーチにはブクサノビッチさんが続投することになり、さらに進化したデンソーが見られるのか注目されていました。開幕時のロスターは16名で、非常に強力なメンバーが揃ったロスターとなっています。センス層も分厚いですし、対談も1名のみということで、非常に高い完成度のチームになることが予想されていましたし、優勝を知るエブリン選手の加入は大きく、優勝候補として注目されていました。そのエブリン選手は1年のブランクがどう影響するのか、新人選手がどのように試合に絡んでくるのか注目だったと思います。そんなデンソーは開幕から順調に勝ち星を伸ばし、シャンソン、富士通とは1勝1敗でしたが、強さを感じさせる戦いが開幕からできていて、高校杯では決勝で今まで何度も涙を飲んできたエニオス相手にディフェンスが機能して優位に展開し勝利、デンソーは初めて優勝を手にしました。その後も勝ち星を伸ばし、トヨタ自動車エニオスには1勝1敗でしたが、レギュラーシーズン2位で通過すると、セミファイナルではエニオスと対戦、レギュラーシーズンでは苦戦していた相手に持ち味でもあるディフェンス力を発揮、2戦ともにデンソーが優位に展開し2連勝でファイナルに進むと、ファイナルでは富士通と対戦、初戦は富士通ペースで敗戦するも、2戦目では第3クォーターに逆転に成功し勝利、決着は第3戦に持ち越されましたが、その第3戦では富士通ペースで進み粘って戦いましたが勝利することはできず、悲願の初優勝とはいきませんでした。デンソーは開幕前から予想されていたように高い完成度を誇ったチームとなっていて、その完成度はディフェンスの面に現れていたと思います。タイムシェアして戦ったシーズンでもあり、高卒ルーキーであっても起用していきましたし、ベンチスタートになった赤穂さくら選手も起用に戸惑うことなくしっかりと役割をこなし活躍するなど、ベンチも含めて非常に強力なチームとなっていました。ディフェンスでは非常にハードに守り、ズレができにくいディフェンスができていて、相手チームの攻撃の形をなかなか作らせなかったですし、攻撃ではどこからでも得点が取れ、休養明けのエブリン選手はブランクを感じさせないプレーでチームに貢献していました。プレーオフファイナルの富士通戦ではハーフコートからの攻撃に苦しむシーンがあったので、そのあたりは課題にもなっていましたが、チームの完成度、センス層なども含めて 2-3-2-4 シーズンを代表するチームだったと思います。各種個人成績上位選手を見ていくと、デンソーの大黒柱でもある高田選手が全ての項目で上位にランクされるなど凄さを見せたシーズンでもあり、その中でも3ポイントでは見事にリーグで1位に輝いています。また1年の休養を経て加入したエブリン選手もブランクを感じさせないプレーをしていたことが数字にも現れていますし、2年目の木村選手もチームの中心として1年通して戦ったことを示す数字ともなっています。そんなデンソーは2023-2024年シーズンを22勝4敗の2位という成績でシーズンを終えました。2023-2024年シーズンのデータは次のようになっていますが、デンソーの数字でやはりポイントになってくるのは平均失点の部分で、前のシーズンも素晴らしい数字でしたが、そこから約1点下げることができていて、よりチームとしての完成度が上がっていたことを示す数字となっていますし、相手チームにとってデンソーのディフェンスは脅威となっていました。また攻撃では強力なインサイドだけではなく、スリーポイントも脅威となっていて、前のシーズンから 3% 近く向上、高校杯でも勝因の一つになっていました。攻守ともに高い数字が多いこともわかると思いますが、それだけ欠点らしい欠点がないチームでもあったと思います。そんな2023-2024年シーズンのデンソーで活躍した選手を見ていくと、まず一人目は木村選手。ルーキーイヤーから全試合スタートで活躍するなどチームの中心として活躍していましたが、1年目は開幕からしばらくは少し苦労していました。しかし2年目のシーズンは1年目と違って開幕からしっかりと持ち味を発揮し、チームになくてはならない存在になっていますし、もともと武器でしたが1年目少し苦労していたシュートの面は2年目では数字をしっかりと伸ばし、本来の力を発揮していたと思います。もともとゲームコントロール能力は高いですし、
アシスト能力も高いですが、より得点に絡むシーンが増え、積極的に得点を取れるようになってきていて、相手としてもより守りにくい選手になっていたと思います。日本代表の候補に選ばれるなど、しっかりとステップアップしてきたシーズンだったと思います。ファイナルでは悔しさも味わったと思いますが、さらに進化した姿を次のシーズンでは期待したい選手でもあると思います。続いて見ていくのはマウリ・エブリン選手。1年の休養を挟んで復帰しデンソーに加入しましたが、優勝受け負い人のような形での加入だったと思いますし、しっかりとその期待に応える活躍を見せていました。開幕からブランクを感じさせないプレーをしていましたし、チームが苦しい時にミドルシュートを決め切ってくれたりと、その存在は大きく、ベンチでもコートの選手に声をかけるなど、様々な面でチームに貢献していたと思います。1年の休養はいいリフレッシュになったようですし、デンソーにとって大きな補強となっていました。プレーオフでもチームが苦しい状況の中、チームを鼓舞する姿は素晴らしかったですし、ファイナル2戦目の勝利に大きく貢献。プレーオフでは優勝に届かず涙を流していましたが、エブリン選手の加入が皇后杯優勝につながりましたし、間違いなくチームを変える存在として大きな役割を担っていたと思いますし、素晴らしい活躍を見せたシーズンだったと思います。デンソーは途中でも話したようにディフェンスが強みになっていたシーズンでした。レギュラーシーズンで2戦ともに70点以上取られた対戦はシャンソンのみで、相手を40点台に抑えた試合も多く、一番の強みになっていました。その強みがわかる数字として、対戦相手のフィールドゴール成功率があって、デンソーはリーグ2位の 35.66% となっているように、相手を苦しめていることが数字にも現れていますし、リバウンドではリーグ2位、スティールでもリーグ3位の数字となっているように、かなり強力な部分でした。この部分はこれからも継続していきたい部分だと思います。2324シーズンのデンソーは皇后杯で初優勝し、デンソーとして歴史を刻んだシーズンとなりましたし、ダブルリーグでは上位チームとの対戦では1勝1敗と連勝することの難しさを感じたシーズンでもあったと思いますが、シーズンを通した戦い方を見た印象としては、最も安定した強さを見せたチームだったと思います。デンソーは攻守両面で弱点らしい弱点がなく、選手層も分厚いですし、完成度も非常に高く充実した状態だったと思います。ベンチメンバーもしっかりと結果を残していますし、どのメンバーが試合に出てもディフェンスの強度が変わらないのは強みになっていました。赤穂さくら選手がベスト6マンに選ばれましたし、渡部選手も2位でした。またシーズン途中から元川選手がベンチから出るようになっていましたし、高橋選手なども含めてベンチメンバーの活躍がチームを支えていたシーズンでもあったと思います。デンソーに足りないのは優勝だけといった感じだったので、その優勝を皇后杯で経験し、チームとしてワンランク上に上がったシーズンだったと思います。プレーオフファイナルでは惜しくも敗れ、悲願達成とはいきませんでしたが、その戦いで得た経験はチームをさらに強くすると思います。新シーズンではダブルリーグで悲願達成できるか注目だと思います。ということで振り返りシリーズデンソー編を見ていきました。優勝候補として挑んだシーズンでしたが、皇后杯で初優勝し、プレーオフでは敗れたものの強さを見せたシーズンでした。新シーズンではダブルリーグでも頂点になれるのか、ぜひ新シーズンのデンソーに注目してください。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。